稲妻イレブン。できるならサッカーには消えてほしい。この世界から。学校の問題児2年、桜崎丈司。サッカーがどうしたって俺には関係ねえ。俺は木曽路平太、みんなには素地って呼ばれている。よろしくな。この町初めてなんだろう。俺が案内してやるよ。これな、女子への人気取りくらいにしか使えんぜ。なんだよこれ。みんなの校庭を野球部が独占しているのってなんか違うと思うんです。いるんだこの学校にも空気読めないやつ。春、どうだった初の公式試合は。普通ねえ、レンさん。ん？サッカーってさ、つまんなくない？必ず武器になる。気がつけば待っててくれる人がいた。本当心強いぜ、ずっと頑張れる。顔見りゃすぐに気合気合溢れるよ。英雄たちのビクトリーロード。先輩は許せるんですかこんなこと。サッカーが大好きで一日も練習を休まなかった、そんなサッカー少年だった桜崎先輩は許せるんですか。